待っていたわ、スネーク。あなたの誕生、成長、そして今日の決着を。ボス、どうしてなんだ。どうして。世界を一つにするためよ。かつて世界は一つだった。だが大戦の終結とともに世界は分散した。コブラ部隊もバラバラになった。共に訓練し、共に戦った仲間。全面核戦争を回避するには、例の核爆発にアメリカが関与していないことを証明しなければならない。ザ・ボスを抹殺することが、潔白の証明になる。ボス！いいか、この任務はお前にしかできない。お前が彼女の最後の弟子だ。俺は殺し屋じゃない。もはやお前のボスは私ではない。なぜ亡命を？亡命ではない。自分に忠を尽くした。お前はどうだ。何に忠を尽くすか、それとも私に忠を尽くすか。スネーク、やるしかないんだ。分かるか、彼女は敵だ。敵？10年も一緒にいたザ・ボスが敵だと。私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命をお前が奪え、自分の手で。どちらかが死に、どちらかが生きる。生き残った者が後を継ぐ。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。この先には我が息子たちとグルーが待ち構えている。さあ来い。戦友たちよ、また共に戦える。ようやく捕らえたぞ。我らはザ・ボスの息子たち。これはザ・ペイ。お前にこの世で最高の痛みをやる。行くぞ。怒りだ。私はザ・フューリー。怒りの炎で貴様を焼き殺してやる。生きることへの憤怒だ。ザ・ピア、任せたぞ。ピア。これはザ・フィア。貴様にまだ見たことのない本当の恐怖を見せてやる。俺の巣の中で。ザ・ソロ、いるの？悲しい、悲しい、俺は悲しい。俺はザ・ソロ。我が殺めた死者の悲しみを知るが。ジエンドは普段死んでいる。時が来れば目覚める。そして奴はジエンドだ。ヘビーよ、聞こえるか。わしはジエンド。貴様に本当の終焉を見せてやろう。これで5人揃ったわね。今度は地獄の底まで一緒。お前いいやつだよな。本当、アメリカ人も中にはいいやついるよな。そうか。そうさ、実は俺、戦争が始まる前はアメリカに住んでたんだ。結婚もしてた。子供も。子供の名はジョニー。いい名だ。実は俺もジョニーだ。ジョニー一族か。どうして冷戦なんだろうな。俺たちが付き合ってた頃は
仲良くしてたのに。スネーク、好きな人はいるの？他人の人生に興味を持ったことはない。ザ・ボスには興味を持った。どんな関係だったの？俺の親であり師匠だった。恋人でもあった？それ以上の存在だ。俺の半分はザ・ボスのものだ。好きなの？そういう感情じゃない。嫌いなの？好きか嫌いか、そのどちらかでないといけないのか。そうよ、男と女の間柄はね。10年生死を共にした。とても言葉では言えない。そんなザ・ボスを殺せるの？ザ・ボスの暗殺、それがあなたの任務でしょう。世界はもともと一つだ。引き裂かれた世界を一つにする。そのためには力が必要だ。世界をまとめるに至る絶対的な切り札、それがコブラ部隊、そしてシャゴホッド。ボスは二人もいらない。ヘビは一人でいい。スネーク、まだだ！やはり来たな。二人っきりだ。邪魔する者はいない。お前、名前は？スネークだ。違う、そうじゃない。お互いヘビと山猫では示しがつかない。さあ来い。こちらスネーク、任務は何なんだ？救出任務だ。誰を？サルだ。サ、なんだって？サルだ。君の任務はジャングル内に逃げ込んだピコサルをすべて捕獲することだ。ゲッチュー。ゲッチュー。ん？誰かに見られているような気がする。気のせいか。やってくれるか。ありがとう。